県内に甚大な被害をもたらした大雨から今日で1週間となります被災地となった海南市では現在も住民とボランティアらによる復旧作業が続いています昨日から今日未明にかけて県内では局地的に激しい雨が降り和歌山市と海南市に大雨警報田辺市の本宮地域と新宮市に洪水警報が発表されました また由良町の幡地域と里地域には警戒レベル4の避難指示が出されたほか由良町のそのほかの地域や有田市、紀美野町、桂木町、湯浅町に警戒レベル3の高齢者等避難が出されましたが大きな被害などはありませんでした。今月2日の大雨から、で1週間となり、 海南市の日方川周辺の住宅では床上浸水の影響で浮き上がったフローリングを住民や訪れたボランティアが一枚一枚剥がし床下の泥を除去するなどの作業に追われていました。ボランティアさんが来てくくれたた、ね。ものすごく助かりました昨日は大丈夫で

集められれたた道具などをを重機を使いい可燃物と不燃物物不に分ける作業が行われていました一方、先週の大雨の影響で行方不明となっていた男女2人のうち紀の川市中友淵で川に流され行方が分からなくなっていた70歳代の男性とみられる遺体がおとといの朝、和歌山市の紀の川河口付近で発見されました。 警察によるる DNA 鑑定のの結果、遺体はここ男性であることが今日分かりました。和歌山地方気象台では台風3号の北上に伴いあす午後からあさって未明にかけて南部を中心に警報クラスの雨が降る恐れがあるとして土砂災害や低い土地への浸水河川の増水に警戒し 地形に合った早めの防災行動を心がけてほしいと広く呼びかけています。